皆様こんにちは、セリナです。今回は10月発売2024年クリスマスコフレ注目アイテムと購入予定品をご紹介していきます。いよいよ各ブランドからクリスマスコフレの情報が解禁されました。今年も主に10月から11月に向けてたくさんのコフレが発売されますので、今回の動画では10月に発売されるクリスマスコフレの中から特に注目しているアイテムをご紹介していきたいと思います。11月に発売されるコフレについては次回の動画でご紹介予定ですので、ぜひそちらも合わせてチェックしていただけたら嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や不全に強い人気のリキッドファンデーション10種類比較、アイシャドウ、チークリップなどの全色レビュー、またサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは発売日順にご紹介していきます。まずは10月4日発売、アディクションです。アディクションが2024年クリスマスに誘うのはファンタジーフリーフォールの世界、幻想的なきらめきとパステルカラーに彩られたカラーコスメのメイクアップコフレ2種とミニサイズのリップトリオ2種を展開するそうです。まず注目なのはこちら、ペールトーンをまとったメイクアップキット、ホリデーアディクションファンタジーフリーフォール。繊細なパールが輝く2色アイシャドウやクリーミーなパウダーブラッシュ、艶感と保湿感を叶えるティントリップバームをセットイン。いずれも柔らかなピンクや淡いブルーなどパステル調のクリスマス限定色がラインナップします。ペールトーンで揃っている1番のカラーのセット内容は、ザ・アイシャドウファンタジーフリーフォール101。空想の世界の光をまぶたに閉じ込めるオーロラピンク&アイシーブルー、ザ・ブラッシュファンタジーフォール101、エレガントな青みが透明感と浮遊感を演出するヘイジーパステルのグラデーション、そしてザ・リップバームグローティント101、パープルパールがうららかな血色感を宿すドリーミーなメタルピンクとなっています。続いてホリデーアディクションファンタジーフォール2は、暖かな光に包まれるウォームトーンのコフレ、ブラウンとゴールドのまばゆい2色アイシャドウをはじめ、オレンジ系チークやパールきらめくベージュのニュアンサーのパウダーブラッシュ、ブラウンのティントバームが揃います。血色感のあるカラーリングで明るい表情へと導いてくれるそうです。セット内容はザ・アイシャドウファンタジーフリーフォール102、自由な空想に輝く瞳を生き生きと彩るルーセントブラウン&リッチゴールド、ザ・ブラッシュファンタジーフォール102はヘルシーな血色感とエレガントな艶がにじむライブリーオレンジのグラデーション、そしてザ・リップバームグローティント102はゴールドパールを透明感の中に浮かべて遊び心が覗くレディッシュブラウンとなっています。続いてギフトにもぴったりなミニサイズのリップトリオ、アディクションミニリップトリオファンタジーフリーフォールも必見。101にはほのかな青みのピンクマットリップや深みのあるベリーピンクとパールを配合したシアーピンクのリップオイルをセットしているそうです。華やかなムードで満ちるクリスマスに多彩なピンクメイクを楽しんでみてとのことです。セット内容はザ・マットリップリキッドミニ120、ほのかな青みで視線を引き寄せるスモーキーピンク、リップオイルミニ105、果実のような深みと透明感をもたらすベリーピンク、そしてこちらもリップオイルミニの106、シルバーやブルーのパールがひしめくシアーピンクとなっています。また102はモードな印象を与えたい人におすすめのオレンジとブラウンのリップコフレ、マット質感ながら軽やかなアプリコットオレンジのリップをメインに透明感あふれるブラウンとオレンジパールが光るゴールドのリップオイルがセットされています。セット内容はザ・マットリップリキッドミニ121、軽やかでハッピーなオーラのアプリコットオレンジ、リップオイルミニ107、たっぷりの透明感で深みを引き出すクリアブラウン、そしてリップオイルミニ108、オレンジパールが光に踊るシアーゴールドとなっています。続いてはこちら、2023年に続き2024年のクリスマスもアディクションのベースメイクアップコフレが登場。中でも目玉はつるんと滑らかな肌へ仕上げるフェイスパウダー、インビジブルエッセンスルースパウダーのクリスマス限定色、透明度の高いルースパウダーがしっとり肌に溶け込み雪のような透明感を引き出してくれるそうです。こ
ちらのセット内容は2024年の9月に発売されるデイクリームやクレンジングクリームのミニサイズのほか、同じく9月にリニューアルをされるインビジブルエッセンスルースパウダープラスのホリデー限定色、そして人気のリキッドファンデーションザ・ファンデーションリフトグローは003フェアリーピンクと006ライトナチュラルの2色から選べる仕様になっています。続いては10月11日発売ジバンシーです。パルファームジバンシーが送る2024年クリスマスコレクションは、創業者ユベールド・ジバンシーが初めてオープンしたクチュールハウスを起点にまばゆいきらめきで包まれるパリの街を表現。星空を思わせるミッドナイトブルーや暖かく光るゴールドを閉じ込めたクリスマスコスメをラインストーンの輝く限定パッケージで展開するそうです。目玉となるのはアイコニックな9色アイシャドウ、ルヌフジバンシーの限定色。パレットには星の瞬く夜空をイメージしたディープブルーからメタリックなシルバーやきらめくゴールドやブロンズ、柔らかなキャメルカラーまでパリのクリスマスの輝きを詰め込みました。またマット、サテン、メタリックといった3種類のテクスチャーを用意。カラーと質感を自在に重ねて洗練されたナチュラルメイクはもちろん、大胆なパーティールックも楽しめるそうです。またシルクの光沢感をもたらすリップスティック、ルージュアンテルディシルキーがラインストーンをまとった限定デザインにドレスアップ。シルク配合による奥深いツヤ感と高発色で魅力的な唇へと仕上げてくれます。2024年クリスマスは透明感を引き立てるレッド系とモードな印象を与えるブラウンの限定色2色がラインナップします。さらに人の肌色は単色では表現できないというユベールド・ジバンシーの考え方によって生まれた人気フェイスパウダープリズムリープルの限定パッケージに加え、ボディにも使えるハイライターが登場。ローズゴールドとシャンパンシルバーの2色がまばゆい光で透明感を与えながら立体的な美肌を叶えてくれます。そして同日からはホリデーメイクアップキットも発売されます。ホリデーメイクアップキットはパリの星空に着想したネイビーのグリッターポーチ付きコフレ、ジバンシーの人気アイテムプリズムリープルのフェイスパウダーとハイライトがセットになっています。中でもフェイスパウダープリズムリープルは輝くラインストーンをあしらった限定パッケージで登場。透明感あふれる美肌を叶えるナンバー01パステルシフォンを採用しています。またローズゴールドとシャンパンシルバーの2色ハイライタープリズムリープルハイライターもイン、合わせて使用してラグジュアリーに光り輝く方を手に入れてとのことです。続いては10月18日発売、オンラインでは10月11日より先行発売を行うボビーブラウンです。ボビーブラウンの2024年クリスマスコスメ第1弾はゴールドやシルバーの華やかな発色をセットした限定アイシャドウパレットをはじめ、アイシャドウスティックの限定色、上品な限定パッケージをまとったリップスティックなど全3製品が登場します。目玉となるアイシャドウパレットは肌なじみの良いクリームやブラウンマットから輝くシルバーやシャンパーニュまでを揃える全8色、マットとメタリックのアイシャドウをバランスよく散りばめているそうです。クリスマス気分をさらに盛り上げる華やかな目元を演出してくれます。また持ち運びにも便利なスティックタイプのアイシャドウロングウェアクリームシャドウスティックにクリスマス限定色が登場。ジュエリーに着想を得たきらめく質感でゴールド系、エメラルド系、サファイア系、シルバー系、コッパー系の全5色を展開します。ブレない、落ちない、崩れないを叶えながら立体的に輝く美しい目元へと演出してくれます。またクリーミーな質感とリッチな発色を誇るリップ、リュクスリップスティックは人気の2色を限定パッケージで用意。深みのあるレッドカラーのクラレット、イエローレッドのパリジャンレッドの2色がラグジュアリーの限定パッケージをまとって登場します。またボビーブラウンの定番リップとチークをセットしたグラインド&グローリップ&チークセットも登場。立体的なツヤ感をもたらすハイライティングパウダーは一番人気のピンクグロー、唇をケアしながら透明感のある輝きを与えるクロスは肌なじみのいいピンクベージュをセレクトしました。クリスマスギフトにもおすすめのクフレだそうです。またリップケア効果を備えたリップクロス、エクストラブラックリップ2色を詰め合わせた限定クフレも登場。自然な血色をプラスするベアピンクと
やや深みのあるベアプラムを揃えました。オリーブやホホバなど8種のボタニカルオイルと唇をふっくらとさせるプランピングコンプレックスを配合しているので、つけるたびにツヤめく唇を演出してくれるそうです。またメイク前の肌状態を整えるクリーム、マルチベネフィットモイスチャーライザー&ベースベースの原品2つが入ったお得なセットも登場します。バームのようにクッション性の高いテクスチャーのクリームが肌の凹凸を滑らかにし、メイクの仕上がりを後押しするそうです。ゼラニウムとグレープフルーツの爽やかな香りが魅力的だそうです。続いては10月21日発売、9月21日より予約を開始するクレドフォーフォーテです。2024年クリスマスのクレドフォーフォーテはパリを舞台に豊かな想像力を象徴するペガサスに導かれたメイクアップコレクションを展開。フランス人アーティストジャン・ダランとコラボレーションし、自由に想像することで喜びに満ちるヒロインの物語を華やかなパッケージとともに描き出しています。第1弾ではアイシャドウをはじめリップや美容液などのスキンケアを用意します。中でも一押しは美しい目元へと導くトリートメントアイシャドウ、オンブルクレールクアドリのクリスマス限定色。まぶたを潤すプライマーと高発色のパウダーを重ねると光沢感をまとったツヤめく瞳へと仕上げてくれます。幻想的な4色のカラーパレットには飛び立つペガサスをエンボス加工しているそうです。ラグジュアリーな輝きに満ちるブーシュルージャーレーブルもクリスマス限定パッケージにドレスアップ。明るくトーンアップする発色の良さとふっくらとした仕上がりで生き生きとした唇を演出します。クリスマス限定色として繊細なツヤ感をもたらすレッド系がラインナップします。またオイル状美容液のミニサイズ2本をセットしたスキンケアコフレも要チェック。さらに華やかな限定デザインに身を包んだ美白美容液セラムコンサントレエクレルシサン N も用意。シミ・そばかすの予防に加え透明感ある肌へと整えてくれるそうです。続いては10月25日発売、10月16日より阪急梅田と阪急ビューティーオンラインで先行発売をするナースです。ナースの2024年クリスマスコスメは贅沢なゴールドの限定パッケージでおめかし。ナーズを代表するアイシャドウやリップなど名品メイクアップの数々が華やかな装いでラインナップします。注目はリフコの愛称で知られるナーズの人気フェイスパウダー、ライトリフレクティングセッティングパウダーの限定色。ラグジュアリーな銀色のコンパクトの中にはシャンパンゴールドのパウダーをマープル状に施した特別なシェードがお目見え。肌にのせると毛穴などの肌悩みをふんわりぼかしながら贅沢なツヤをプラスしてくれるそうです。また2024年秋にデビューしたばかりの新作ツヤリップエクスプリシットリップスティックもクリスマス限定パッケージにドレスアップ。色香をまとうウォームレッドブラウン805と飛びないクラシックレッド863の2色を展開します。一塗りすればサテンのツヤをまとったようなリュクスな唇が叶えられるそうです。また単色アイシャドウ、シングルアイシャドウからはゴールドの輝きをまぶたに閉じ込める限定色がラインナップ。輝度の高いシマー、グリッター、パールを贅沢に組み合わせることで思わず一目惚れするようなグリッター愛を叶えるそうです。ドラマチックなきらめきのアイシャドウはクリスマスの夜を華やかに彩ってくれそうです。またスポットライトブラッシュはシルクのように滑らかに溶け込みほんのり蒸気した方に導くブラッシュ。2024年クリスマスはナーズのブラッシュを象徴するマットな青みピンク903と柔らかなピーチ920の2色をラグジュアリーの金色のコンパクトで用意します。さらに人気リップ&チークを一つにしたクリスマス限定コフレも要チェック。光沢感たっぷりのふっくら唇を叶えるアフターグローエッセンシャルシャインリップスティックの原品にじゅわっと血色感をアップするリキッドチーク、アフターグローリキッドブラッシュのミニサイズをセットしました。リップはナーズのベストセラーシェード777、チークは数量限定色を採用。それぞれどんな肌色にもマッチするピーチピンクカラーとなっており、セット使いすることで洗練された甘さをまとうことができます。豪華なゴールドのパッケージは大切な人へのクリスマスギフトにもおすすめだそうです。そして最後はこちら、10月25日発売アディクションです。アディクション2024年クリスマスコスメ第2弾のテーマはスルーサグラス。
深みがありながらクリアな色合いのアンティークグラスを着想源に、柔らかい光と温かなきらめきを閉じ込めたアイシャドウやリップ、チーク、マスカラを展開します。目玉となるのはアンティークグラスの色合いを表現したアイシャドウパレット。パール配合の幻想的なカラーリングで印象的な物差しを叶えてくれます。柔らかなテクスチャーがスッと溶け込み、潤いを与えながら目元をケア。ラインナップはペールカラーとディープカラーの2色が揃います。がまるでグラスのようなツヤ感をもたらす目元用グロスも登場します。アディクションザアイグロススルーサグラスは、一塗りでまぶたにツヤ感をもたらす目元用グロス。まるでガラスのような濡れツヤ質感が遊び心のあるメイクアップを作り上げます。またシャンパンの泡を思わせるようなグリッターカラーのザ・リキッドアイシャドウウルトラスパークルも大注目です。そして頬にはブラックが目を引くクリームチークをなじませるのがおすすめ。肌に伸ばすとブラックの影色がすっかりと消え、血色感を帯びたピンクに色づきます。ほんのりしたティント効果で透明感と多幸感あふれる仕上がりを演出してくれます。またシャンパンゴールドの輝きをぎっしり詰め込んだクリアカラーのマスカラ、アディクションザ・スパークルマスカラスルーザクラスも登場。まばゆい輝きを放つマスカラとしてはもちろん、マスカラのトップコートとしても使用できます。そして2024年2月に発売されたリップセラムティントの数量限定色も大注目。スキンケア発想のみずみずしい使用感で、ぐらつかないのに高発色のツヤリップを長時間キープします。2024年クリスマスに向けてビタースイートな深みカラー2色がラインナップします。そしてアディクションリップオイルティントにも2色が登場。唇の水分に反応し、ほんのりピンク色に染めながらふっくりリップへとプランプアップします。ゴールドとシルバートープの美しいきらめきで気分まで明るくしてくれそうです。はい、ではこんな感じで10月発売の2024年クリスマスコフレ注目アイテムをご紹介していきました。10月は個人的にも毎年楽しみにしている限定のアイシャドウなどのカラーアイテムはもちろん、アディクションやジバンシーなどこの秋に新発売された大注目のベースアイテムがミニサイズでセットされているキットなども登場するので、注目の新作を試したい時もぴったりですよね。次回の動画では11月発売のクリスマスプレ情報をご紹介していきます。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいとございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。